モトローラドラゴンバル EG マイクロコントローラ、ドラゴンバル、または MC68328 は68000コアをベースとしたモトローラフリースケールのマイクロコントローラである。ハンドヘルドコンピュータ向けの低消費電力プロセッサとして実装されている。設計はモトローラが香港で行った。ドラゴンバルは初期のパームマシンに搭載された。 パーム OS5 からは、アームベースのインテル製、X スケールプロセッサにとって変わられた。また、アルファスマートというワードプロセッサにも採用されている。オリジナルの68328と、ドラゴンバル EG すなわち、MC68EG328 は、最高 16.67MHz2.7MIPS、ドラゴンバル VZ では 33MHz5.4MIPS、 ドラゴンバールスーパー VZ では 66MHz 10.8MIPS の性能だった。アドレスバス32ビットの32ビットプロセッサで、ある。Easy と VZ の一部製品は外部アドレスバスが24ビット。数多くの機能を持ち、カラー、またはグレースケール液晶ディスプレイを、コントローラー、サウンド機能、タッチスクリーンサポート機能などが装備されていた。ある意味で、 コンピュータ全体がチップに搭載されたと言える。ドラゴンバルイージーを使う前のパームマシーンは2倍以上の個数の IC を使っていた。最も新しいドラゴンバル MX シリーズは68000コアではなく、ARM9 以降のコアを使っている。ありがとうございます。